私はアニメからヒロアカの世界観を知りデクの悲しさや優しさ強さオールマイトへの思いに惚れました 2>,、うん、え2期での彼の成長記録やオールマイトの体はどうなるんだろうなど今から楽しみがいっぱいです、うん、その中でレベルが違いすぎたやバカだがアホじゃねえしっかり白い大人だろうん、などいつも、えー、いると安心する心強い名言を残す轟くんが大好きです <laughs> <う>私はド M ではありませんが、うん、トド様になら 罵られてもいいと思うほどです <laughs> <laughs> お二人が「昼明の中でつ,、えー、つい日常を使いしたくなるセリフは何ですかということでいただきましたいや確かに「トド様トド様トド様」トド様って僕と信彦さんは言ってますけどずっと言ってるね <laughs> 岡本の僕アフレコの中時に、うん、あのすごく印象的だったのが「レベルが違いすぎた」ってテストで言うじゃないですか、うん、その時にまりなさんがめっちゃ笑ってるのが見えて <laughs> <laughs> そうなんだよ。<laughs> の時、比較的席近い場所に座ることが多かったりもしていろんな話もしたけどあの野郎この言うセリフかっこいいけど言うの実はちょっと恥ずかしいやろうよその野郎マリナさんが笑ってて「あちょっと笑っていいんだ」っていう「笑っちゃダメだよ」かっこいいセリフなんですけどそうだよ。 <laughs> <laughs> まあね、まあ、突然だけどマリアさんが笑ったことによってみんながちょっとふわっとするその後すごい言いにくいんだからわ <laughs> <laughs> かるでしょその感じわかりますすっごい